はい、皆さんこんにちは。今日はアップル製品のアクセサリー類ですね、 MacBook、iPad、iPhone などについてですね、まるまる絶対買った方がいいですかとかね、急いで買いたいんですけどとかね、そんなコメントよくいただくんですが、基本的にはね、そんな焦って買う必要のあるものってね、ないのかなとね、私は思っていまして、で今日はね、最初にあった方がいいものと、後からね、使いながら考えた方がいいものっていうのをね、仕分けしていきたいと思っています。はい、ということで今日のテーマは急いで焦って買わなくてもいいって話なんで、選び方とかね、私が使っているものについてはこちらの動画それぞれ MacBook、iPad について、やっていますんでね、そういう方はそれをご覧くださいませ。で、私はね、基本的にね、その使う人次第でね、必要なものとかって変わってくるんで、何々がね、買うべきとかっていうね、のはね、あんまり好きじゃないんですね。で、まずはね、MacBook から、最初にあった方がいいものはね、どんなものかなというところで、そんなたくさんないんですけどね、あえてね、一つ挙げるなら、よく持ち歩く方はね、こういったスリーブケースみたいなものはね、あった方がいいと思います。ただですね、新調しなくても、前にね、13インチに近いもので使っていたノートパソコン用のケースなんかあればですね、とりあえずはそれを転用するっていうのもね、一つの考え方ですし、あとはね、100均で何かをね、探して買ってみるっていうのもね、一つの手ではないでしょうかね。で、あとはね、使いながらでいいもの。で、まずね、一番よく聞かれるのが、このディスプレイの保護フィルムの話ね、本当によく聞かれるんですよね。で、ただね、結論から言うとね、私は必要ないと思ってます。もうね、15年以上ね、貼ったことないんですけど、なぜならね、このディスプレイって Mac の場合はね、別にタッチパネルじゃないですしね、Apple Pencil 使わないですから、そもそもね、傷がつきにくい。で、蓋を閉めてしまえばですね、もうこれで別に保護されるわけですから、何かをね、貼る必要ってないと思うんですね。ただしね、15年前ぐらいまではもうアンチグレアだったのがね、このところ光沢タイプにね、買っていますから、その光沢が嫌だって方はね、しばらく使ってみて、どうしてもね、合わないと思った場合には、貼ってみてもいいのかもしれませんけども、ただ売るときとかね、剥がすとちょっとね、この糊が残ってね、拭くのが大変だったりというね、場合もあるんでね、そのあたりはちょっとね、要注意ではございますね。あとはね、キーボードカバー、私もよくご紹介していますけども、これについてはね、メリット、デメリットがあります。で、私の場合はね、つけたりつけなかったりなんですけども、このメリットとしてはね、液体がこぼれた時にね、キーボードを故障させないとかね、結構修理代かかったりするんでありますし、あとはね、このキーボードの表面が、ずっと使ってるとね、テカリが出たり、摩耗してですね、ちょっとね、見栄えが悪くなってくるのがあって、この売却なんかね、視野に入ってる方にとってはね、テカってるとね、ちょっと査定が落ちたりするというのもあるんでね、そのあたり視野に入ってる方はね、つけたりするのもいいと思います。ただね、やっぱりこう熱が若干こもるんでね、その点についてはね、高負荷作業の時は外すなどの工夫が必要になってきます。ただし、急ぎかっていうとね、1ヶ月、2ヶ月使ったぐらいでね、テカリが出てくるとも思えないんでね、使いながら考えてもいいアイテムだとは思います。あとはね、トラックパッドフィルムについては、これも直ちにね、摩耗が起きるってわけじゃないんですけど、長期的にはね、貼っておいた方がいいのかなと思います。ミヤビックスとかで薄手のだとね、操作性にも問題ないですけど、ただね、このサイズ変わった時はね、サイズに合わせたの出るまでちょっと時間かかったりはするかもしれないですね。それとね、あとはこのパームレストの部分、ここの部分も一緒にくっついてくるね、製品もあったりするんで、こういうのも含めてね、ちょっと好みのが出るまでね、様子を見てもいいとは思いますね。で、あとはね、これ電源アダプターについては、確かにね、最近はこのラブパワーとかね、このあたりで軽量タイプが出てきたりしていてですね、これ13インチだったらね、61ワットのやつなんかあるんですね。ただ、これ、持ち運ぶ機会の多い人がね、どうするかってことであって、基本的にはね、付属のやつから使い始めて、人によってですね、必要かどうかをね、判断していくというね、ところでしょうか。で、あとはね、マウスもよく聞かれるんですね。マウスあった方がいいですかって。で、ただもうこれは本当ね、好みの問題と慣れの問題でね、このトラックパッドって内蔵でありますから、
できない操作ってないんですよね。で、私の場合ね、マウスが好きだからよく使っていますけども、ただもうトラックパッドの方がね、優秀で、この性能が高い部分もね、あったりしますからね。まあ、それも使いながらというね、とこですね。で、ハブについてもね、これも用途次第なんですね。まあ、その人が必要なポートのあるね、まあ、ハブ、アダプターをまあ選ぶというね、感じでしょうかね。だからね、どれがおすすめってことはね、私はあまりね、しないです。で、あとはね、この iPhone とつなぐ場合もですね、今、プロだと USB-C とライトニングが付属してますから、特にね、アダプターをいらずにですね、MacBook につなげるということで、ただし iPhone11 と iPhone SE2 なんかについてはね、付属が USB-A to ライトニングですから、まあこういったアダプターがね、必要になったりする場合もあります。ただね、多くのね、作業が今ワイヤレスでできますからね、バックアップをする人以外はね、まあこういうものもね、必要ないし、ケーブルで対応できる場合もあります。で、あとはね、これ、外付けのディスプレイ、これについても、即ね、買うわけではなくて、まあ、使いながらね、内蔵のディスプレイがちょっと小さくて物足りないと感じた時にね、検討すればいいと思います。で、お次、iPad です。で、iPad で最初にあった方がいいものって、まあ、そんなにはないんですけど、まあ、一つだけカバーケース類ってことでね、まあ、これつけるとスタンド機能もあるし、画面の保護もしてくれます。まあ、iPad Pro の場合は、スマートフォリオというのがね、背面も保護してくれます。で、iPad でも、このホームボタン系のやつはですね、スマートカバーというのが画面の保護をしてくれて、あとはスタンド機能があるというね、感じですね。まあ、で、これらはね、純正品ですけども、まあ、この背面を保護してくれなかったりとか、あとはね、プロの場合は、このサイドをね、保護してくれないんで、まあ、そういう面ではね、ちょっとね、背面だけのケースを買ってみたりとかね、スリーブを買うとか工夫はいりますけども、まあ、これオールインワンで Amazon で1000円台とかで、まあ、このそんなに高くないものもね、ケースとカバーがセットになったものがね、売ってたりしますんで、まあ、これもね、一つの選択肢ですよね。で、使いながらでね、いいなと思えるものは、この意外と思われるかもしれませんが、画面保護フィルムはやっぱりね、このペンシルを多く使う方が、まあ、摩耗とか書き味を調整するものであって、なのでね、しばらくはつけないで使ってみるのもね、一つの選択肢です。っていうのもね、カバーをつければ別に持ち運び時の画面保護はね、できちゃうわけですからね、まあ、そのあたり、時間をかけてというとこですかね。で、ハブ類については、これもね、用途次第ってとこですけど、まあ、この SD カードの読み込みなんかについてはね、何か必要かもわからないですけども、まあ、クラウドとかね、ワイヤレスで代用できることも多いんでね、これ必要な人は購入という感じですね。で、あとはね、キーボードカバー類、これらもですね、まあ、直ちにね、必要かっていうとそうでもなくて、まあ、こういった外付けのキーボードもありますけど、まあ、まずはね、この何もつけない状態で使ってみるというね、感じで、まあ、普通のカバーだけでね、使って、まあ、ソフトウェアキーボードがありますから、まあ、それでね、文字とか打ってみて、まあ、ちょっとね、自分にはキーボード必要だって時にね、検討するという感じですね。で、まあ、このケース型でなくてもね、こういった外付けタイプもね、いろいろ出ていますから、まあ、それも含めて検討するというのがね、いいと思います。で、あとはね、充電器、電源アダプターについてはね、このアンカーとかでね、小型の高出力の出ていますが、これ付属が iPad Pro の場合は USB-C の 18W が付いてますからね、まあ、まずはね、これから使えばいいと思っています。で、プロ側についてもね、付属のものからね、入ってみてはどうかと思います。で、お次はね、iPhone です。で、iPhone で最初にあった方がいいもの。まあ、これはね、ちょっとね、まあ、人によりますが、私は2つあると思ってて、1つは、この画面のね、保護フィルムですね。ガラスでも樹脂でもいいですが、やっぱりね、この持ち運びが非常に多い iPhone ですから、iPad や MacBook とは違ってですね、まあ、これ、どっかにね、ぶつける可能性は高いわけですね。で、以前もね、この1週間ぐらいね、何もつけないで使ってたら、この鍵がね、不慮の事故でちょっとぶつかっちゃってね、傷がついたりっていうのもあったんでね、まあ、私はね、とりあえず何か画面に貼る方がいいと個人的には思っています。まあ、貼るのがね、嫌な方はね、まあ、貼らないって選択肢もありますし、それは尊重したいと思います。で、このね、ガラスなんかについてはね、この100均なんかをね、とりあえず貼っておくというのもね、いいと思うんで、まあ、評判のいいものとかね、良さそうなものがね、見つかるまでは、100均でもいいと思いますよね。
でケースについても、まあ、これ裸族の方はねもうつけないっていうね選択肢もいいと思いますけど、まあ、私の場合はですねやっぱり着せ替えっていう意味もあって、まあ、ケースにはつけて、まあ、安心して持ち運べるようにしています。で、まあ、100均なんかでもね最近クオリティ上がってますからね、まず100均から入って、満足するかしないかでね決めていくのもいいと思います。であとは充電器、充電器はねこれ iPhone はもう11シリーズプロの方は 18W のね USB Type-C で急速充電ねできるものがついてきていますけど、ただまあ11と SE 第2世代については、まあ、それがついてなくてですね、まあ、従来型の 5W の USB Type-A のやつがねついてますから、まあ、ただねこれを使って、まあ充電速度物足りないなと思った時にね、何かを検討するというスタンスでいいんじゃないでしょうかね。まあ慌てて買う必要はないです。ただね、これ同じ大きさでも 18W の USB-C で高速できるものもね、売ってはいますね。で、あとはね、Qi のワイヤレス充電ですけど、これは確かにね、置くだけで充電ができるってことで、まあ寝る前にポンと置いてね、おしまいという感じなんですけど、ただね、これデメリットはちょっと充電速度が遅いっていうのもあるので、まあ、お値段もしますから、この Qi ワイヤレス充電の充電器についてはね、使いながら検討すればいいというね、感じもいたしますね。はい、ということでね、まとめますと、まあ、この MacBook に関してはね、最低限必要なものって、まあ、このスリーブケースぐらいですかね。持ち歩かない人はね、必要ないぐらいですからね。持ち歩く人向け。で、iPad については、この最低限ね、カバー類でいいのかななんて思ってまして、で、iPhone に関してはね、まあ、持ち歩く機会が一番多いってことでね、ちょっと iPad とか MacBook と違って、まあ、この画面保護のフィルムは何か貼った方がいいかなと私は思ってます。で、まあ、もちろんね、貼りたくない方はね、貼らないでいいと思いますしね。まあ、ただね、落としやすい方なんかはね、この裸族の方以外はね、この画面以外で言うと何かね、ケースに入れた方がいいのかなというね、気はしますけどね。で、まあ、iPad とかね、MacBook については、まあ、とにかくね、まあ、できるだけゴテゴテつけないで、まあ、そのまま使ってみて、まあ、それで必要なものをね、検討しながらね、揃えていくという感じがいいのかなと思います。で、まあ、やっぱりね、まあ、保護もいいですけども、まあ、設計者のね、意図なんかを考えるとね、この iPad とかは、まあ、できるだけね、ゴテゴテつけないで、この軽さと薄さをね、堪能しながらね、使うっていうのはね、いいと思うんですよね。これ iPad mini にね限らず、プロなんかもね、このカバーとかケース外してみるとね、ものすごいね、薄さと軽さを堪能できるんでね、まあ、そういう意味ではね、本当に設計したまんまのね、ものを使うというのもね、まあ一つね、Apple 製品の楽しみ方の一つかもしれないですね。はい、ということでね、今日はこちら、MacBook、iPad、iPhone のアクセサリーは急いで買うなというね、話でした。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。